聖書朗読「新約聖書ローマ人への手紙」第8章33節から35節誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです」誰が 私たちを罪ありとすするのですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取りなしていてくださるのです誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか 上ですか裸ですか危険ですか剣ですか聖書の箇所を今日ロマ書から見ていただきましたちょっとロマ書を見ていただきますね読むことは避けましたがここにこういう言葉が出てきますね神はあらかじめ知っている人たちを 巫女の形と三十説に神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました神殿の地でしょうね「定めた」という言葉が2回出て りますでここには「メス」という言葉も出てまいります。私たちは一体何者なんだろうかと考えたときに私たち教会家族はある方向に定められた者たちです。それは神様の祝福を受け神様の救いを受け天の御国の相続者となるという方向に私たちは定められている。 その定められた方向へと神はあなたを召し、召したあなたは義と認められ、正式に神の民となりという意味ですね。そして最後この地上を去る時には栄光の世界に向けられ、迎えられるように、その方向性へと私たちは定められているです。二番目に、定められているとそう言いますけれども、 この世界では困難がたくさんあります。また私たちの信仰の弱さときたらとんでもないくらい弱い時がありますね自分で自分の信仰をきちんと生きなさいという聖書の御言葉になかなかそうことができずに生きることができない者たちもいるでしょうところがパウルの言葉はですね ここへ続きますね、31節ちょっとまた映していただきますが、こうですね、では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか、ここにありますように、神が私たちの味方であると。ね、この世界は困難に満ちている、私たちの信仰は極めて弱い。 でも神様は私たちを救いの方向性へと定めておられるその時に三十一節にありましたように神様が私たちの味方だこの世界は困難にあふれている私たちは弱いしかし神様があなたの味方です皆さんね 自分の家族を例えて言うならば、手術室に送り出すときに、転勤先に送り出すときに、世界の果てに、難しい課題へと知っていながら職場に送り出すときに、皆さんあの、なんて言いますなんて言おうが大体、同じ趣旨のことをおっしゃいますでしょ大丈夫、大丈夫、いろいろあると思うけれども、いろいろないわけないんです。 いろいろあると思うけれども神様があなたの味方だからだから大丈夫だからお母さん祈ってるからお父さん祈ってるからと言って送り出すではありませんかそれって私たちにとっては祈りのような祈るような思いで神があなたの味方だからってこう言うんですねでもパウロはそれ祈りではないパウロにとっては 強い確信です。敵対する者はわんさかいるでしょう。しかし本当の意味で敵対することはできない。なぜなら神があなたの味方だから。で、これは祈りではない。神はあなたの味方なんですね。3番目に、どうしてそこまで神が味方であるとパウロは言い切ることが できるのかこれが今日実は目を留めていただきたい御言葉なんです。33からちょっと読んでいきますね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右に座つき しかも私たちのために取りなしていてくださるのですというキリストの取りなしがあるから神は私たちの味方をどんな時にもしてくださるというパウロの確信なんですね。でここでキリストの存在というものは二重に描かれてい,ています。死んでくださった方そして蘇られた方 私たちの罪のために死んでくださった方があなたの取りなし手ですとでもそれだけではありませんパウロは嫌という言葉で言い直していますよねその方は私たちの敵である死を打ち破りよみがえり特別にパウロが強調しているのはいやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきと書いてありますよね 神の右の座というのは権威の座ですから全ての権威を握っておられるキリストがあなたのために取りなしをしてくださる。なぜなのかそれは次の行にあります35節に「誰が私たちをキリストの愛から引き離すのか」とあるようにキリストはあなたを愛しているからです。 キリストの愛ということにどれくらい私たちが自分自身の身を投ずることができるのかなかなかできないですよね。キリストの愛というのはよく言われよく知っていますけれどもいざ自分が困難な状況に入ると100%キリストが愛しておられるからという確信に至ってそこを耐え忍ぶことはなかなかできないですよ。でもきっと予防はできたんでしょうね。ですから 主は与え主は取られる主の皆は本べきかなとこうそこまで言えるわけですよで私たちはなかなかそこまでは言えないだからこそパウロはこれはもう祈りではないんですあなたの問題ではないんですイエス・キリストなんですキリストがあなたのために十字架にかかられたということは事実ですと この方がよみがえられたとというここも事実ですこの方が天に上り神の右に座した今権威を握っておられるということはこの世界にさまざまな支配者がいい帝国は打ち破られ新しい国が起こりそういう中にあっても神様の主権というのは全く変わらないのと同じように私たちの命も私たちの死もこの方が全て握っておられる。 その方があなたのために取りなしをしてくださる私の個人的な問題のために取りなしをしてくださるだとするならばたとえ私たちが震えの事故にあったとしてもたとえ私たちが病や困難の中にあったとしても神様はあなたの味方です。 その強い確信が。仮想の前の。おいの,の中に入ってるんですよ。ですから。まあ。土はつりに、土に、ちりばちりに。というのは仮想というよりは。本来土葬なんですね。ですから昔ながらの、あの土葬のやり方で。 なされるキリスト教葬儀の前には必ずその言葉が入ったんですね神様というお方に対する絶対的な信頼は私たちの信仰の強さでもないしたとえそれが不慮の事故でありたとえそれが厳しい病でありたとえそれが 戦争であったとしてもそして私たちはその現実に泣き崩れなければいけない状況で自分の人生これから全く見えなかったとしても神は命と死に対する絶対的な権威を握っておられそしてこの方が天に召されたというならば。 誰が罪に定めるのでしょうかと書いてあるんですね誰も罪に定める者はいないなぜなら十字架のイエス・キリストがあなたの愛する者の取りなしをしてくださるキリストを信じている限りキリストにすがる限り洗礼を受けた限りあなたの家族であれば あなたが真実に祈ってきた家族であるならばキリストの愛はぴったりと寄り添って苦難の中でも試練の中でも迫害の中でも死の中でもその人物を守り味方してくださりすべてを治めている神はキリストの取りなしの家にあなたを義としあなたを栄光のうちに迎え入れる。 そういう意味でノ君は自分が預かった救いの素晴らしさを天国で初めて感激し感動し感謝しているのが今日の誠実だろうと思いますそして地上に残してきた遺体はダビに付されるというこの現実は変わらないしかし目に見えない 世界の中で罪に定められることなく義と認められそして栄光のうちに迎えられキリストと共にすべをさめ今頃吉田さんと再会を果たし吉田さんから怒られてねちょっといくら何でも早く来すぎだろうということはあの言われていると思います。 私たちはご家族の慰めのためにお祈りいたしましょうお祈りいたします恵み深い天の父なる神様祈るべきことは私たちの心の中にたくさんありますでも信君のような家庭 長尾匠さんのような信仰者を洋子さんのような信仰者をこの教会に与えてくださいましたことを心から感謝いたします長尾家の恵みは私たちの恵みであり誰一人として同じ人生を歩んでいるわけではありませんでも私たちも経験しますあなたが与えてくださったものをあなたが取られることがあることを しかし同時に私たちは経験します。取られたあなたはまた私たちに与えてくださることを。私たちが死の中であっても苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかどんなものであったとしてもキリストの愛を私たちから引き離すものはない。 どうかこの信仰を確かに持つことができるように私たちを憐れんでくださいもうすでにおそらく加藤武夫さんはエジプトの地に行っていらっしゃいますどうか武夫さんのご家族健さんのご家族お仕事全体を守ってくださりやがて家族みながエジプトで合流することができる日まで いろいろ寂しい苦労する思いはあると思いますけれどもあなたが守ってくださいますようによろしくお願いいたします愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン